星ゴンベは、鈴木目ゴンベ科に属する、海水魚である。最大でも、全長20センチメートル程度の中型魚。体色は著しく変化に富むが、頭部に、小さな反転が見られるのが、すべての個体に共通した特徴である。インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。日本でも、南日本で見られ、産後礁域では最も普通に見られる。 ゴンベカ魚類である。星ゴンベは、鈴木目ゴンベカの星ゴンベ属パラソライツに分類される。本種は1801年に、ドイツの博物学者、ヨハンゴットロープ・テアイヌス・シュナイダーによって、初記載された。本種はこの時現在のヌノサラシ属グラモスツに分類され、グラモスツ・フォルステライという学名を与えられた。本種は、その後星ゴンベ属に移され、 現在有効な学名はパラソライツホルステライである。標準和名の星ゴンベは本種の頭部に多数見られる赤葛色の斑点に注目したものである。頭部に見られる赤または暗色の斑点が本種の特徴である。本種は最大でも全長22センチメートル程度の中型魚である。背びれは10トゲ状11難状を 死りひれ三トゲ状六難状を持つ。背びれの角トゲ状の先端からは一本の皮弁が出る。胸びれは十四難状を持つ。側線鱗は四十三から四十五枚であり、その数は金縁種と比べて少ない。退色は成長過程で変化し、また制御においても極めて変化に富む。黄色を基調とした退色であることが多く、黒色から、 暗色の縦帯が主に体の後方部に見られることもある。すべての個体に共通する特徴として頭部に多数見られる小さな反転が挙げられるが、幼魚では少ないこともある。アジアでは幼魚の配側は赤色であることが多いが、オセアニアでは筋力色になることが多い。本種はインド太平洋の熱帯、亜熱帯域に生息する。生息域は西は アフリカ東岸や航海から東は日本やニューカレドニア、オーストラリアまで広がっている。オーストラリアでは西オーストラリア州北西部から北部沿岸に沿ってクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の宗教まで生息する。日本では伊豆諸島と小笠原諸島で見られるほか、和歌山県田辺湾から沖縄諸島にかけての海域で散発的に見られる。 日本のサンゴ礁では最も普通に見られるゴンベカ魚類である。サンゴ礁域の水深30メートル以前の浅場に生息し、増殖サンゴの軍隊状や枝間でよく見られる。胸びれを支えにサンゴ状に生死し、獲物を待ち伏せる。本種は肉食魚で待ち伏せ捕食者である。サンゴ礁の上部で硬い胸びれを支えとして生死しながら、 甲殻類や小魚といった獲物が通過すれば、それに飛びついて素捕食する。群を作らず単独で行動することが多いが、ペアや一匹のオスと複数のメスからなるハーレムを形成して行動することもある。他のゴンベカ魚類と同様、姿勢戦熟の性転換を行う。各個体ははじめ、メスとして成熟するが、集団中に、オスがいなくなるとその中で最も大きいメス個体が、オスに、 生転換する。本種は食用としての価値はそれほどないものの、生息域の全域において、生え縄量などで時折漁獲される。干渉魚として流通することもある。スクーバダイビングで観察されることも多いが、本種は人をあまり恐れず、ダイバーが近づいてもなかなか逃げないことが多い。ありがとうございます。